はい、今回はディオールの新作のアディクトランカープランプをレビューしていきたいと思います。はい、こちらのリップの特徴としては保湿効果の高いヒアルロン酸と内側から潤いを与えてぷっくりとプランプさせてくれるハイビスカスエキスが配合されているということで、ティントタイプになるんですけれども、ティント効果とあと同時に唇をぷっくり見せてくれて、あと保湿力も高いということですね。はい、で今回私はこちらのリキッドのタイプを2色とこちらのスティック状のタイプを1色買ったんですけれども、こちらのタイプなんですけれども、はい、こちらの方はカラーが16色展開になっています。はい、でこちらのスティックのタイプなんですけれども、こちらの方は8色展開になっているみたいです。こちらの商品なんですけれども、発売は今月の20日になっているんですが、はい、11日から一部の店舗や公式のオンラインショップの方で先行発売が始まっています。私は公式のオンラインの方でこちらの方を購入しました。はい、でまず最初はこちらのカラーですね。456番になります。今回このパッケージの方もここがクリアになっているので、はい、パッとこう色の感じがですね、すぐにわかるのもいいなと思いますね。先端はこんな感じになっていて、はい、少しこう斜めになっています。こう柔らかさもあるチップになっています。つけた瞬間がですね、ちょっと冷たいなっていう感じがします。塗った瞬間はですね、結構こう明るめにポップな感じに発色するんですけれども、はい、時間が経つとですね、結構落ち着いた感じの色になってきますね。テクスチャーは結構重めかなという感じがします。こちらの色はピンクでも濃いめのローズ寄りのピンク系になるかなという感じがします。ティッシュオフの方をしてみたいと思います。ちょっとキュッともこすってみます。ティントタイプですので、はい、色持ちの方はすごいいいなと思います。色落ちがした後もこちらにこう保湿成分は残っているような感じがしますね。水分の高い保湿成分が残っているというよりかは、ちょっとこうオイルっぽいような保湿力が残っているかなと思います。はい、で次はもう一つの方のカラーですね。こちらは556番になります。塗った瞬間はですね、すごい驚くぐらいに結構こうポスカみたいな蛍光っぽいオレンジだなと思ったんですけれども、こう塗ってから時間が経つとですね、結構落ち着いた感じの朱色に近いオレンジの色に変わってくるなと思います。パッとこう塗った時と、はい、色の感じは結構違いますね。こちらもティッシュオフしてみます。ティッシュオフするとやっぱこのツヤ感っていうのは結構落ちるかなと思うんですけれども、色持ちはですね、やはりすごいいいですね。こすっても、はい、結構色の方は残っていますね。ティントのタイプですと色落ちがしてくる時に青みっぽくなりやすいかなと思うんですけれども、2色とも色落ちした時には、はい、青みっぽさは出てこなかったなと思います。はい、では続いてはこちらスティックのタイプです。カラーの方は320番になります。はい、こちらはこのスティックと見たままの発色ですね。つけた感じはこちらはこう冷たいなっていう感じはしないですね。で、香りの方はチョコミントのようなちょっと甘い感じの香りがします。グロスっぽい感じではなくて自然なこうツヤ感が、はい、出ますね。ティッシュオフの方してみます。こちらもしっかり色の方は残ってますね。色落ちがした後も油分がすごい残っている感じがします。塗りやすさで言うとこちらのスティックの方が結構こうシュッと、はい、塗りやすいかなと思いますね。はい、こちらのタイプですと結構やっぱすごいテクスチャーは重めなので、色の発色感はすごいこちらの方がしっかり色はつきますね。はい、この塗った時のこのツヤ感っていうのはやはりこっちの方がリキッドタイプですのでツヤっと見せてくれるかなと思います。このカラー成分がこの肌に残るのはこちらのタイプの方がしっかり色が残るのかなと思います。こちらのスティックタイプの方が上にグロスを重ねたりというのがしやすいかなと思いますね。
発色感やこうツヤ感を楽しみたい方はこちらのタイプの方がいいのかなと思いました。はい、ということで今回はディオールアディクトラッカープランプをレビューしていきました。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。